皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちら。イーストワードだ。ドット絵が可愛く、ストーリーや世界観が良い。ゼルダのようなパズル解きアドベンチャーゲームとなっております。価格は2680円となっており、セール時にもっと安くなると思います。ウィッシュリストに入れておきましょう。レビューも非常に好評となっており、個人的にもこのゲームはかなりおすすめ。Steamでこのゲームのあらすじが書いており、未来の終末世界のお話で、炭鉱で働く主人公ジョンは3という症状を掘り起こす。それが冒頭のムービーでした。その終末世界をジョンと3の2人で冒険していくというゲーム。ちょっと話はそれますが、ゲーマーにとって2月は忙しい月でした。そのせいで動画の編集も遅くなり今になってしまいました。1月15日にゴッドオブウォーが販売され、2月4日にダイイングライト2が販売され、2月25日にはソフィーのアトリエにエルデンリングが発売され、どれも面白いゲームなので夢中になってやっておりました。エルデンリングも1周目はクリアし、残りはソフィーのアトリエにのみとなりましたので、ここで久々の動画投稿となりました。3月も月末25日にベセスダ作待望のゴーストワイヤー東京が発売されますので、まだまだ忙しい期間は続きそうです。ストーリーが面白いゲームになっているので、ネタバレしないようにかいつまんで紹介していきます。画面中央白髪の女の子がヒロインのサンちゃんです。たたりという正気から逃げた人々は地下に街を作り、そこで暮らしていました。それがここポットクロック島。まずはここポットクロック島で日常を過ごします。地下で採掘したり、栽培したり自給自足しながら暮らしています。こちらが主人公のジョン。無口でヒゲ面おじさんで料理がちょっぴりうまい、そんなお方。ジョンはこのポットクロック島でこの白髪のサンちゃんを見つけ、今は共に暮らしております。はじめはこんな感じの装置の中で保管されていました。なんというか人工的に作られた人間といった印象。ちょっぴり未来の終末世界なのか、少し SF チックな要素も出てきます。そしてサンちゃんの謎。この世界の謎を冒険と共に明かしていくわけです。お仕事場の採掘場にやってきました。多分ですが、力ある男性は採掘をするのがお仕事みたいです。何を取っているんでしょうね？左上のこの人なんかは見た目機械ですよね？どうやらナメクジが大量発生したとのこと。仕事にならんからナメクジ退治に行くぞってのがチュートリアル。ジョンのメイン武器はフライパン。フライパンをぶん回して敵をぶち倒していきます。先へ進めばフライパンの他にも爆弾や遠距離攻撃ができる銃みたいなのも手に入ります。左下のハートマークが体力で、右上の数字がこの世界のお金。とにかくフライパンぶん回して敵をなぎ倒しましょう。操作感というか、アクション性による難易度はさほど高くありません。誰でもすんなり慣れて攻略できると思います。どうやって進むか、どうやって倒すかのパズル要素に趣を置いている、そんな感じのゲーム。難しくて何回も挑戦するといったことはクリアまでなかったかと思います。まあそれはそれで好きなジャンルなんですけどね。ぐへっへっへ。このパズルを解いて先へ進む時の効果音とかゼルダ感あります。ここで発掘の時に使う爆弾を入手。この爆弾を使って敵を倒したり、オブジェクトを破壊して道を通れるようにできます。木箱など軽いものはフライパンで壊せるのですが、フライパンで壊せないものは爆弾で壊します。で、この先にあるのがナメクジの巣。目的はこの発掘場にある全てのナメクジの巣を壊すこと。この爆弾を使えばイチコロよ。ということで最深部までやってきました。ナメクジでいっぱいでしたので駆逐してやろうと思います。この採掘王ジョン、フライパンを使わせたら超一流、ダメ攻撃で爆弾飛ばしたり、
超連続でフライパンを振り回すことができる男。特にスタミナとかないのでブンブン振り回せる。フライパンには耐久力などないのでとにかくブンブン振り回せる。採掘王ジョンもそうである。爆弾には数に限りがあり、体力ハートマークの上に数字が出ている。敵を倒したり、オブジェクトを壊したりするとドロップする。足りなくなるってことはあまりないかなと思う。ということで殲滅完了。体力はダンジョンクリア後最大値が増える。体力の最大値を増やすアイテムもある。この採掘王順、料理も完璧、仕事もできて料理もできる。ただゲーム最後まで喋ったことを見たことないほどの無口。このゲームでの回復アイテムが料理で、いろいろな料理がある。素材を買ったり拾ったりしていろんな料理を作ってみよう。このスロットはよくわからん。てかこれ揃えるのむずすぎ。料理を作る時の BGM が癖になるんす。ということでクラブアップルパスタの出来上がり。ハートマーク4つ分の回復ができる。左側の 5×7 マス分の料理が存在し、現在は何があるか分かっていない。新しい素材を手に入れれば分かってくる。当然料理の種類によって回復量など違ってくる。この地下の町には学校があり、子供はここで勉学に育む。地下で生まれ地下で育った子供たちは、地上がどのようなものか知らない。そしてこの学校では地上がどのようなところなのかを子供たちに教えている。そう、地上は死しかない地獄と子供たちに教えているのです。地上は禁断の地、訪れると最悪をもたらすと。しかしサンちゃんは地上の景色を見たことがあるらしく、青い空が美しいと主張します。大人たちはたたりというこの世界を滅ぼした正気を体験してきてますので、子供たちには地上に行ってほしくないわけですね。なのでここで子供たちには地上は最悪をもたらすと子供たちに教えているわけです。ここで気になるのが、なぜサンちゃんが地上を知っているのかという点。サンちゃんの謎は多く、最初発見された時どうして変な装置の中にいたのか、なぜ地上を知っているのか。そして、どこから現るもう一人のサンちゃん。ホワイトサンちゃんとブラックサンちゃん。この関係性も気になるところではございますが、それはご自身で遊んでみてくださいね。紆余曲折ありまして、これから禁断の地、地上に向かう列車の中にいます。本当に地上は地獄のような場所なのか。サンちゃんの言う通り地上は青い空が続く綺麗な場所。そしてたくさんの出会いもあります。地上でもたくさん生きている人も当然います。ジョンとサンちゃんは地下の町ポットクロック島を出て、ここからが本当の冒険の始まりなのです。しかし、地上が危険ということは変わりありません。たたりという正気がありその正気に毒された人もいて、正気に毒された人はゾンビのようになっており、人を見かけ次第襲ってきます。人だけではなく、虫や動物すべて、正気のせいでおかしくなっています。この冒険の5つの目的として世界を知ること、たたりとは何ぞやどこから来たのか、この世界をどうやって守っていくのかといった冒険が待っています。鍵になるのはやはりサンちゃん。世界とサンちゃんの謎を知っていきましょう。地下の町ポットクロック島を出て、この地上に出た時、
FF7 のミッドガルから出た時を少し思い出しました。地上は広くたくさんの出会いがあります。個性あふれるキャラクターばかり、物語が進むにつれて引き込まれていく内容になっていると思います。ぜひこの週末世界を可愛いさんちゃんと共に冒険してみませんか？本当におすすめな作品となっております。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。まだまだ紹介したいゲームたくさんあります。興味が持てたなど思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。